アーセナルの次世代スターが使われない理由は、スウォンジー監督が説明。アーセナルの中盤は補強ポイントとされているが、アカデミーの若手ではスウォンジーにローンで武者修行に出ているパティーノが期待されている。しかし1月に監督が変わってからは出場機会が激減している。ウィリアムズ監督はパティーノを使わない理由についてフィジカルが理由だと語っている。チャンピオンシップのトップレベルではそのフィジカルは驚くべきものだ。おそらくこれがチャーリーにとって現時点で最も難しいことだと思う。しかしチームがもっとコントロールを持ってプレーし、ボールを使ってもっとゲームをコントロールできれば、チャーリーは並外れた存在になれるだろう。彼はチームに入る道がある、間違いありません。見るからに線は細いんだよね。これは以前からそう。加入当初のビエイラを思い出す。182センチ、75キロらしいから、アーセナルの他の選手と比べてもめちゃくちゃ細いわけではないんだけどな。プレミアでもチャンピオンシップでも中央でボール持てるのは相当のフィジカルが必要だよな。ヴィンセンコロールやれるなら SB とかの方がフィジカルできてないうちはいいと思う。インサイドハーフとアンカーの中間的なジョルジーニョみたいになってくれないかな。アーセナルの天才はいつの間にかいなくなってしまうから、ぜひとも大成してほしいな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。